どうもでやんす。小田原でね、一泊した後にね、今日はこちらに来ましたよ。みなか小田原に来ました。どうですか、城下町風の建て住まいでございます。素晴らしいではないでしょうか。はい、こちらにはね、じゃじゃーん、城下町ローソンがあります。これもめちゃめちゃいい感じではないでしょうか。そんなわけでね、ちょい二日酔いではございますが、こちらをね、少し散歩していきたいと思いますよ。全体的にはね、こんな感じになってるみたいですね。それではね、この上に登っていきたいと思いますよ。はい、こちらはね、2階ですね。いろんなね、食べ物があってね、どれもね、めちゃめちゃ美味しそうでしたね。いい感じですよね。はい、こちらにはね、二宮金次郎のご夫婦での像がありましたよ。ではでは、14階と上がっていきたいと思いますよ。はい、到着しました。いい景色ではないでしょうか。こちらね、奥にはね、無料で入れる足湯がございます。これも後で入りたいと思います。はい、いい眺めでございます。奥にはね、小田原城がね、見えますよ。はい、いい感じではないでしょうか。ちょっとね、小田原城も行きたかったんですけどね、ちょっと今回はやめときましたよ。足湯もね、めちゃめちゃ気持ちよかったですよ。今回ね、お昼はこちらのお蕎麦屋さんに来ましたよ。ごとく屋さんでございます。はい、メニューはこんな感じですね。では早速突入していきたいと思います。やっぱり飲むでしょうってことでね、瓶ビールで乾杯でございます。はい、小田原名物かまぼこですね。はい、こちら板場さんもね、間違いなく美味しかったですよ。はい、天盛りですね。美味しそうでございます。じゃあオクラですね。熱々のね、サクサクでね、こちらもめちゃめちゃ美味しかったです。はい、小田原梅ワインですね。で、こちら飲み物メニューですね。こちらもね、美味しかったですよ。はい、ウーロン割りも頼みましたよ。まあまあそんな感じでね、いい感じになってきたんで、締めて統計の方に帰りたいと思われます。はい、自分はね、天丼セットしました。こ
こちらカツ丼セットですね。両方とも美味しそうではないでしょうか。ではでは、いただきます。自分はね、冷たいそばを注文しましたよ。こちらもね、しっかり締まっててね、美味しかったですよ。はい、天丼ですね。こちらエビ、久々にエビ食べましたけどね、やっぱり美味しいですね。最高でした。カツ丼のカツもね、一切れね、いただきましたよ。こちらもね、ミルフィーユカツでね、めちゃめちゃ美味しかったですね。まあまあそんな感じでね、初めて小田原来ましたけどね、めちゃめちゃいいところでしたね。最高でございました。また行きたいと思いますよ。お得意屋さん、ごちそうさまでした。